裏技ファミコン大全集どうもタビアンです今回はゴルフプレイしてみたいと思います。1984年、任天堂さんのファミコンソフト。いやー、ファミコン本体発売が1983年ですからね。 発売本体発売の翌年に発売されたこのソフト、ゴルフゲームのね、礎になっております。チャーシュー麺方式。いやー、懐かしい。よくプレイしましたね。思い出深いですが、今回の裏技は、なんと1番ホールの風向きを。 風速ゼロにすることができるという噂が立っておりますので、えー、検証してみたいと思います最近ねあのー、忘れてたんですけどこの裏技ファミコン大全集裏技の噂が立っているかどうかを検証するというのがね <laughs> 当初やってた形だったんですけど もう,もう裏技ありという、必ずもうその裏技は本当という裏を取ってからね、裏技で裏取ってからプレイし,してたんですけど、今回裏取ってませんのでね、やってみたいと思います。やり方が、電源を入れた瞬間にえスタートすると、1番ホールの風速が0になるということで。 これリセットじゃないんだよね。リセットじゃなくて、電源を入れたか,だから、ちょっとね、えー、画面が消えますが、<laughs> 一回消します。オフ、そして、オンしてスタート。あれいや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 、風速0にならないよね。スタートあれか。 スタートボタンを押したまま電源を入れたらいいのかなじゃあ、電源消しまして、はいああ、風速ゼロだ噂は本当でした皆さん、あの、リセット押しながらだとうまくいかないので、電源をオンにする前に、先にスタートボタンを押しておいて、スタートすると、風速ゼロでね、 これ風速ゼロだとあの、いや風向きがちょっとアゲンストでねっていう言い訳ができずにね <laughs>。自分の実力が試される。多分これ一番ホールだけでしょうね。うん。ということで、ゴルフはね、BGM がないんで寂しいですね。ずっと喋り続けてないと放送事故になるっていうね <laughs>。ことですが、いかがだったでしょうか。それではまた次の裏技ファミコン大全集で。 お会いしましまょうさよならとはいかないのでせっかくなんでラウンドしてみたいと思いますここからはおまけ動画ですこのブーンの効果音ねさあこれパー4ですね1番ホールこれね何でヤードとかの残り表示とか1番アイアンだったら何ヤードぐらいとかいう 表示は一切出ないキャディーなしなんでこのゴールゲームね3番ぐらいかな乗ったかよしプー,プープープーバーディーチャンスあっ弱かったかーパーのスタートクーバーディーから行きたかったねー さあ、そして2番ホール。あ、風向きゼロじゃないんだね。やっぱ2番ホールは。あー、ちょっとフルスイングができないね。おー、バンカーに入らず。ここだ。ここ、何番で打つかだなぁ。1番ぐらいかな ?3 番でいくか。短いか。おし、乗ったーいいですね。 バーディートライ本日2回目のバーディートライ。よーしバーディー取りました一人で盛り上がっております <laughs> !3 番ホール。あ追い風15メーターこれはめちゃくちゃ風飛びますよ !3 番ぐらいでいいんじゃないかな ?4 番でもいいか。どうだ 4番だと届かないバンカー3番だったかいやこの追い風15メーターってきついよね <laughs> うん通音かこれパーセーブしないとなよしパーセーブこのグリーンがねなんだろうあのえっ、ー、とみんなのゴルフとかねそういう 最新のゴルフゲームよりは簡単な気がしますねあまた追い風 13m フルスイングでいこうかうこれは飛んだねもうちょっとこっち寄りの方がよかったか、まあ、追い風13続くのうわーこれ5番アイアンぐらいかなおしぴったり バーディーチャンスなあ嘘でしょ外したーこれ、登り難しいなあやっちまったボギー嫌な音楽効果音。くぅープラスマイナスゼロ。 うわ、これまた追い風というか、すごい風向きだね。まっすぐ飛ばせ。これ風で曲がるでしょうわあ、曲がる、あんまり曲がらなかった。うわ、追い風15メーター。これはもう2オン狙って、いけるんじゃない行こう。2オン狙い曲がりすぎて、OB ならず。くわー 通音ならずかサンドイッチこれむずいなーおぉピンそばバーディーチャンスイーグルならずいやまだ体が覚えてますねあこれどうしようかなひ左の島に狙うか右の島狙うか 左の島いけるかこれちょっとはっいってみるかちょっと遅れ気味ですスイングだなチャーシュー麺の時麺の時ねーあーこれは無理だ曲がらきらないーなー,ー最後麺のところで曲げないといけなかったなこれワンペナルティーこれピンそばにつけないと3番アイアンぐらいかなー ーあーこれワンパットで入れないとボギーになっちゃうこれぐらいかよーしなんとかパーセーブよかったイケポちゃしてパーセーブはいいよねあーっと向かい風13メートル思いっきりだなこれいいんじゃない 風あ風に負けるなあオー !OB! 最悪だこれぐらい負けないといけなかったか今度は負けすぎうわ難しいなゴルフって <laughs> これは大ピンチですボギーは確実向かい風4番ウッドぐらいの方がいいか 一番アイアンだったら届かない気がするなさっきと同じスイングおーピンそばぴったりじゃないこれ来たでもボギー OB は痛いこれでまたプラマイゼロかアンダーです18番まで行きたいねーえー、右に11メートルまた難しい風だなおい これはね、4番ウッドで止めるか。これぐらいじゃないよしよしよし、バランスいいよ。いいですよ、これ2オン狙ってイーグルチャンスだ。4番ウッドでうん、このゲーム、ラフがないのが嬉しいですよね。1番で 足りるんじゃないかまっすぐ打てばいいんじゃないかあオーバーかー一番でもオーバーバンカーサンドエッジあちょっと大きいあ、でもピンスはバーディートライいやロングホールこれイーグル狙いたいよね2オンね 余裕のバーディーそしてショートホール9番ホール風向きが嫌だねこれまっすぐ打って曲げるか3番ぐらいかな難しい風だね遅れ気味のスイング苦手なんだよねこうか あ、曲がりすぎて、かず、ウォーターハザード、くわーしかも、一番ウッドでもよかったのか。大ピンチギリギリ乗った。あ、難しいパットを残した。おーしプラマイゼロ <laughs> うん。また風向きが。 あ、いい感じじゃないあ、曲げすぎか、これ。よしいいコース、感じだ。さあ、2オン狙って。これ、残り難しいな。5番、6番ぐらいでも足りるか。なあ距離は合ってたけど、もうちょっと曲げないといけなかったか。 入ったか入らないかくそああバーディー取れずこういうとこで取っとかないと後でねプラマイゼロにならないぞ目指せアンダーパーですねあ風向きゼロ1番かなそれとも4番ウッドか 200m いやーこれを怖い1番にしようか よし届いたバーディーチャンスやりましたチャンスをものにする男 <laughs> あこれ難しいねうわ風向き14えこれワンオンいける <laughs> いやこのコースでねワンオンしたことないけどこれ風向き14追い風ってないですよ こんなチャンス。えー、これ1ンオンしたらイーグルチャンスでしょ行ってみようこんなチャンスはめったにないああダメだ全然ダメだあ、でも惜しいよね。フルスイングいけてたらこれ、1ンオンいけたなぁ。もう一回挑戦する。いや、これやめとこうか。やめとこう。 あ、これも帯だ。何してんのバカなことしてー。ーああ、ここで大変なことになりました。ーええー、なんで もう意味わかんんないんだけど <laughs> やっちまいました <noise> 魔の12番ホール捕まりました終わったなこれ <noise> こういう暴れるコースを作らないのがプロなんでしょうねやっちまったわこの追い風14メートルでね イーグルたらなんたら言ってる場合じゃなかったんだよなダメだ終わったああそれも外す <laughs> 踏んだり蹴ったりだ14ということで ギブアップいやー、これ18 <laughs>、魔の12番ホール、捕まってしまいました。いやーそ、そこ,こまではいい調子だったのにね、ここから全部バーディー取っても無理なんでね、えー、ギブアップしたいと思います。いかがだったでしょうか、ゴルフ。うん、楽しかったね。 結構戦えるっていうのはあったけどね。いやでもあんな追い風14メートルなんてチャンスないからね。見せたかったですけどね。初戦この程度ですよ。ということで、タイトル画面を見てお別れしたいと思います。それでは次の裏技ファミコン大全集でまたお会いしましょう。さよなら